こんにちは。アマずえスサポーター、堀秀夫です。今日はツールなしで、いくらで売れるか知る方法ということでね。えー、まあ、いくらで売れるかわかんないんで、とりあえず最安値、最安値で考えるというのは一見手堅そうなんですけど、これね、もうミスミス儲かる商品を見送っちゃうことになります。まあ、商品探しの時に、自己発想の最安値を売りにと考えてはいけないと。 まあ、自己発想の最安値、まあ、売値は売値なんですけど、その金額でしか制約しないと考えると、まあ、商品が見つからない。最安値売売値と考えては、商品が見つからないというのがあります。まあ、これね、例えば、最安値が20ドルだった。えー、20ドルじゃ、えー、経費入れたらトントン。でも、30ドル売れたら10ドル利益になると言った場合ね、FBA で30ドルで販売してた人がいて、まあ、売れたんでランキングついてると。 でも1個しか入れてないんで、えー、品切れで自己発送の人しか残ってないと。まあ、こういう可能性が非常に高いです。で、ebay で、ま、制約格好を調べるという手もあります。まあ、ただ、安い商品の場合ね、ebay で3ドルの商品が Amazon で30ドル売れてるなんていうのもよくあります。だからね、ebay で調べて安全を見て最安値でを調べてってやってると、もう、えミスミス売れて儲かりそうな商品を見送っちゃうことになると。 ま、そんなわけでね。まあ、個別サポートの会員さんをこれあの、まあ、最安値で出してたり、ね、えー、売りの見込み価格が安すぎる場合には修正してますけど、まあ、何しろ、え、個別サポート以外のサポートの会員さんはね、その、売りね、うんぬん安い高いは見てませんので、まあ、とりあえず、案ずるより売るが安いし、まあ、実際に販売してみればわかると。ね。まあ、これあの、難望なんですけど、この通りでね、えー、まあ、個別サポートの会員さんについては、まあ、ある程度、 え、これ高くても売れそうだなと。ね。安くなきゃ売れねえなというのは私が見りゃわかるんで、まあそれを考慮してね、仕入れましょうとかね、見送りましょうって言ってますけど、えー、まあそうじゃない場合は、まあとりあえず、ね、え、高く売れそう、売れるかどうか試してみる。なぜなら仕入れが安いし、ね、え、これ高く売れたら、え、儲かるなというのをね、いくつか入れてって見つけていくのが重要です。まあツールなんかなくたって実際に売ってみればわかる。 え、これは乱暴な言い方ですが、それが真実です。オーストラリアの場合ね、ツールまだないです。また仮にね、誰かがツール作ってもこれ役に立ちません。まあ、なぜなら、えー、日本人は安くないと購入しないと。まあ、日本でね、高く物を売るってほぼ犯罪ですから、えー、売れないと。アメリカ人もね、安くないと購入しない人が多い。 アメリカって言うとね、日本だと、なんかアメリカ豊っかって言ってね、シリコンバレーとかね、マンハッタンに住んでる人を出してきますけど、まあ、ほとんどのアメリカ人は実は、まあ日本人以上に貧しいというのが実態です。ところが、オーストラリア人は高くても購入する人が多いと、ね。高いとか安いとかそもそも分からず目についた商品を買ってるというのがね、多分一番実態に近いんじゃないかなと思います。でもさすがのオーストラリア人でも必需品、 ま、価格敏感商品は安くないと購入しない人が多いと。これどういうことかというとね、日本でもそうなんですけど、日本でも別に高くても売れる商品あります。割高でも売れるとかね、値段をそもそも気にしない人は買うっていう商品はあります。まあ、ただ、まあ、そういう人が日本だと超少数派、オーストラリア人はたくさんいると。 でその高くても売れる商品を探すときに、最安値でね、しか売れないという前提のもとで商品を探しちゃったり、あるいはね、えー、なんか、えー、ツールで調査しちゃったりすると、まあ、ミスミス高く売れる商品を見、過ごすことになるんで、えー、基本的に売ってみることが大切。まあ、ただね、えー、送っても送っても売れない商品ね、えー、それは高くちゃ売れないね、というので送ってたらストレス溜まりますんでね、えー、まあ、そうはならないあるけある程度ばらけさすと。 どうばらけさすか。ね。どういうのが高く売れる商品か。安くないと売れない商品がわからない。という場合はね。まあ、いう場合はってか、もう個別サポートの解散になれるまでどんどん聞いてください。商品、個別の商品。まあそういった点も考慮してサポートしてます。で、何しろ、個別サポートの解散じゃない場合は、えー、その辺のね、えー、修理資金ある程度あって、まあ、えー、売れない商品を買うのはね、えー、それはストレスだし、逆に今 FBA のね、えー、入国コストもかけられてるんで効率悪いと。 いう場合はね、まあぜひ個別サポートへのアップグレードをして、個別商品のサポートを受けるのはどうかなと思います。まあ何しろ、私はね、23ぐらいである程度給料が良くなってから、一貫して毎月50万、年間600万ぐらいは買い物してます。まあ多分、ほとんどの会社勤めの人とかよりね、たくさんの買い物、 当然、えー、贅沢品とか無駄遣いをバンバンしてるんでね。まあ、どういう商品がね、えー、まあ言ってみれば私みたいな方が買う商品かというの分かりますんで、まあ、私が欲しくなるような商品、まあ私が、えー、興味持てるような商品って、割と価格敏感じゃない人が買う商品多いんだなという観点でね、えー、サポートしてますんで、まあ素直に頻繁に聞いてもらってる方、あるいは私の動画からその辺を読み取れた方は、結構順調に売り上げも利益も伸ばしてます。 ま、そのサポート、個別サポートを受ければ、この個別商品のサポートも受けられますんで、えー、個別サポートアップグレード、あるいは個別サポートをせっかく受けてるんであれば、まあ、どんどんね、えー、この個別の商品の相談の方をしてください。まあ、今日はちょっとし個別商品サポートしててね、えー、前提として、自己発送の出品者の最安値を、えー、価格の比較の基準にしてるなという会員さんがいてね、あ、こういう人と商品見つかんないなと思いましたんでね、まあ、ちょっと解説動画を作りました。 え、高くても売れる商品を探すというのがね、商品探しの基本なんで、まあそれを念頭に商品探しをしてください。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。